the skies, where everybody's hiding. Hear the shimmering, strumming ground. Strain your rope, be next, and take a look around. Uh-huh. Take a look around, don't you wanna stop this world from going down? That's you, take a look around. Take a look around, don't you wanna stop this world from going down? That's you, take a look around. Cities fished up by glitz and lightning, bulldozers and hand grenades. Pull your head back from this angry season. Kick back, it's got no grace, no reason. Hell is torsos and screaming amphibians, but never good to go. Ain't you ever sick of tango chase? Cool down, she's gonna blow up in your face. Well, take a look around, don't you wanna stop this world from going down? That's you, take a look around. Well, take a look around, don't you wanna stop this world from going down? That's you, take a look around. では天狗機と視認性に優れたラインを使う高橋哲也の仕掛け誘導の方法をじっくりと見ていこう。ポイントを決めます。どこに釣り竿を取るか。今この釣り場はどっちに流れているか目で見ただけでは分かりません。こういった場合には、まず一番突き出したこの釣り場の中でも流れが発生した時にその流れに一番反応しやすい感じ取りやすい場所を選びます。ただしこの先端突き出した先端部分が確実にというわけではありません。もしかしたらこういった奥まった静かな流れの緩やかな場所がいい場合もあるので見落としてはいけないポイントです。まあどちらがいいかこれは実際に釣りをしながら、調べていきたいと思います。今から釣るポイントは比較的近いポイント、そしてあまり潮の流れが激しくありませんから、こういったちょっと小さめのサイズを使います。このように大きい、遠くを狙うような、また潮のすごい速い場所を狙うような浮きではなくて28杯から32杯くらいの浮きで狙っています。でとりあえず番号はですね何番がいいか分かんないんでとりあえず4番からスタートしたいと思います。で実際に釣りをし始めてから、番号というのは絞り込んでいくものですから
初めから適切な番号選びっていうのはできません。実際釣りながら選んでってください。でハリスはブロンボンマイルドの6号を使うんですが、問題はその長さです。とりあえずね、はじめ僕は 1.5 メートルのハリスの長さでやってます。でハリスがもっと長い方がいいんであれば、まだ長く取りますし、もっと短い方が効率的であれば短くハリスを切って使います。マッキーは自分の狙った場所に確実に届けることが大切です。それともう一つ大事なことは流れの速さ、流れにねマッキーが反応するように確実に反応するような作り方というものをすごく重要視しています。流れが速い場合にはこういった比重の重い配合餌を多めに入れて作ります。逆に流れの遅い時には比較的比重の軽い配合餌を多めに入れて使ってます。あともう一つ、かなりねその時期だけではなく気温とかの太陽の照れ具合によって変わってきますが、付け餌、これがねやはりすごい傷みが早いんです。からこういったつけ餌には意外と新鮮なままでやれるようなこういう液体や粉を振りかけて使ってます。だこの釣り場では、比較的流れが遅い、はっきり流れが見えませんから流れが遅いと判断して流れの遅い時用のマッキー作りをします。ですから浅棚グレをね少し多めに入れて、でさらにやはりその狙ったところにマッキーが届けるようにグレー遠投を少し少なめにね入れます。またポイントがね沖に変わっていったら少しグレー遠投を多めに入れて遊んでくれますと思うんですけど、とにかくいっぺんに完璧な餌を作ることはできません。ちゃんときちんと自分の狙った場所にマッキーが巻けること、それと流れに確実に反応して流れていくようなマッキーの比重、その2つを重要視してます。ではまず1投目です。今コマセを撒いたんですが、若干左に流れてますね。仕掛けを入れてみます。確実に流れは左方向に流れてます。これでね、目にはっきり映らなかった流れの方向、強さが分かったわけですね。28杯の4番でハリスを 1.5 メートル取った、そのセッティングで流してまして、かなりね、仕掛けを海中に入れてから時間が経ちました。1分30秒ぐらい経ったんですけれども、スプールからゆっくりとねラインが引き出されていく、本当にね緩やかな流れに
今仕掛けが乗ってるという証明になります。これがね、流れに乗らない場合は全くスプールから糸が出ません。これ流れ掴んでるってことですよね。でこう流れがはっきり分かってきたら、仕掛けを投入する際には挿し絵を流れの紙へ、ですから右側ですね、で息を流れの下へ、左側に落として着水させ、なるべくね、道と水面につけないように、極力水面についてる水の量は少なめに、ですから竿の高さをねちょっと高く持ち上げたように持っていきながら流していくと、流れの本筋ですよね、流れの本筋から仕掛けが外れる。なぜ流れの本筋から仕掛けが外れなくなるかというと、途中の道糸を寝かしてしまうと水面につけてしまうと、この手前の道糸ラインにですね、このラインに加わってくる抵抗がものすごい多くあります。いろんな方向から。今仕掛けは10メーター沖の4メーターラインに浮きがあります。しかし道糸はものすごく潜ってしまったり、極端にこの手前の部分は水面に浮いていたりと、ものすごい抵抗を浮きの方にダメージとして与えながら流れてきますから、流れの本筋からラインの抵抗によって外れてしまうことがあります。ですからなるべくラインは必要最低限で海の中に置き、仕掛けのみが流れに反応するように、そういったイメージで流していきます。今ずっと道と垂れましたことによって流れから外れてしまってますよね。スプールから糸が出ません。先ほどはプルプルとスプールから糸が出てましたが、今回は糸が出ない。これはラインが手前の抵抗に加えてしまって、流れに反応する仕掛けの勢いを止めてしまうということなんですね。仕掛け回収します。上げてくる時もどっちの方向から浮き上がってくるか、かなり手前の深いとこから浮き上がってきたということは、沖へ向かってこの流れに反応して仕掛けが流れていってなかったということです。きちんともう一度、流れに反応するように、無駄な糸を出さないようにして流してみます。紙に餌、霜に浮き、でなるべく極力糸のラインを水面につけないように、その量を少なめにして左へ行く方向の流れにゆっくりと流したり、先ほどまで見えなかった、目に見える流れというものが今沖から近寄ってきてます。来ましたね。さっきは目に見えなかった流れが沖からちょうどね、この沖20メートルぐらいのところまで近寄ってますから、目白ですね。
これも完全に流れに仕掛けがきちんと反応したからあの流れの中で出すからなって言ってきたと思う。正面ねじな、よいしょ、この場所ではポイントをその目の前に選びました。でなぜ選んだかというと他の場所に比べてちょっと白い波が多く立ってますね。他は真っ平らなんですがここだけは特に白い波が立ってるということは流れが風と逆方向に流れてるというわけなんですね。この場所もちょっと風が強いんで仕掛けをね、キャストするときにあまり浮きが軽すぎて飛ばなかったら浮きのサイズを上げて32パイとか34パイ、36パイまで大きな浮きに変えてもいいですね。今ね、この本島、御蔵島の本島とこの釣り座の真ん中の流れで一番流針の流れる、ね、勢いの強い場所っていうのはちょっとこの釣り場から離れた場所ですからもうちょっと沖目というのは、本島側ですね。本島側に投げて一番流針の最も力強く流れる場所をトレースします。今の状態は完全にね浮きが小さすぎて風にラインが取られて風の抵抗でラインが引っ張られて結局向こうへ流れないんですね。これサイズ変えますけど馬力がないですね。こんな28杯の小さな浮きではこのポイント今の状況では馬力不足で流れてる。一気にね36杯の4番に変更します。今ねポイントを選ぶ前は向こうへ流れたんですけども、まあ、緩やかに流れたんですけども今の状態では若干止まりかけてるように見えます。でこれはねように見えるだけじゃなくて実際に仕掛けを投げて本当にそうなのかそうでないのか確かめてみてください。刻一刻とねその潮の方向とか強さっていうのは変わってきますから、ね、やっぱり投げた位置よりも手前に仕掛けが来てるってことは戻されてますから潮はね若干左に変わり始めてますね。
よいしょ、ね、40センチクラスのメジナですけれども、ショートなね短いハリスで4番という浮きの先行能力でゆっくりと探っていったら食いました。で、まあ釣れただけでなく、流れがどっちに行ってるか自分が把握して、で次に、若干今度ポイントを左目に取っていくということが分かります。で今かかったメジナが流れが、ちょっと手前ですから、こう左に流れながら、そういう流れに反応しながら魚がかかったんで、潮の流れが左に行ってるということで、ちょっとね右目から今度左方向に流していきます。完全にね流れが手前に来てますから、こうなった場合に流れに対して流れが正面から、手前に刺してきますよね。こういう時にはこう向きを向いた方がいいんですが、せっかく立ち位置があの先端にありますから、先端に移動します。先端に移動すれば流れに対して平行に、しかも魚が結構、さっき魚を食わした場所をちゃんとトレースできるんで、もし立ち位置があるんであれば一歩前に出て釣ってみます。この位置からやれば右から左へ流せますから、すごくね快適に簡単に流せますよね。かなりね、もう強くはっきりとした流れが右から左方向へ行ってます。これ今ものすごい横風が強いんですが、ラインがね表面の、風の影響によって左にね捉えてしまう。ですから立て直してまっすぐに海中のね浮きを引っ張らないように、仕掛けを引っ張らないようにして、軽いテンションで軽くラインを持ち上げてまっすぐ伸ばしてあげる、矯正してあげる、こういったことがね今この場所では必要なんですけれども、黙って放っておくとどん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 ラインに風が入り込み、ドラグがかかってしまって流れから浮きがね外れて手前側に来てしまいますから、軽く持ち上げて立て直す。その時に注意しなきゃいけないのは海中の仕掛けを引っ張り上げないこと、引き戻さないこと。仕掛けをキャストして海面にラインがつく時に普通に投げてはまっすぐ置けない。ですから強力なサミングを必要とするんですね。下からまっすぐ投げたらすごい強力なサミングによってまっすぐプレゼンして水面に置く。そして少しずつ風の影響によって広がったラインを立て直す。
感じのでかい。当たりの取り方なんですが、いろんな方法で当たりを知ることができます。例えば水中にある浮きの移動、スーッとゆっくり潜航を始めた浮きがすごい勢いでなくなっていく、消えていく。あとはね、ラインがね、サーッと走っていく。このティーズっていうラインは視認性が高いのでよく見えます。ですからラインがスッと走った、そんなあたりも取れます。あとはね、ベールオープンでこう軽くね、スプロに指をかけてサミングした状態でいると、こういうふうにね、指であたりを感じ取ることもできますし、あとは穂先、まあそれぞれね、どこに目をつけとくかによって当たりは見えますから、いろいろと楽しんでください。この魚はこの磯際、横方向じゃなくて縦方向に吸い込まれていく流れで見ました。真下にね、このちょうど釣り竿の足元のえぐれの中に吸い込んでいくような、そんな流れにね、仕掛けが乗るとある一定の水深からスーッと浮きが見えなくなります。それはこのえぐれの下に仕掛けが、浮きが入っちゃうから、姿を消すんですね。その中で食いました。こういった風の強い日にオキアミのような落ちやすい餌を投げるとき、また風が強いためにラインをね、正確にまっすぐ水面に置いてあげるためには、僕がやってるキャスティングはスプールのエッジを指で押さえる、そしてベールをオープンにして
この状態で投げます。いいですか。その時にスプールを押さえた指は軽く緩め、振り込んだ瞬間にもうサミングに入るわけですね。そうするとある程度テンションが加わって仕掛けが飛んできますから、水面近くでまっすぐにねラインを置けることができるんですね。仕掛けが馴染むとゆっくりね浮きが入り始める。反応してますよね。無数にあるラインオペレーションの中からごく一部の具体例を紹介した。磯が変わり流れが変われば釣りの条件も変わる。そのケースに見合った分だけラインオペレーションのやり方があることを胸に刻んでおこう。無理にね、マーキエと仕掛けを同調させようとすることよりも、きちんと流れを掴んでしまえば、自然とね、マーキエの1コースを、仕掛けの1コースを、お互いが同じコースを流れます。難しいマーキエの同調は必要ありません。仕掛けと巻き絵は同じ流れの筋を流れてきますから、難しい同調は必要ありません。特にね、注意しなきゃいけないのは、とにかく海中の見えない流れの筋、海中流、対流、これが一体どういうところにあるか、自分の立ち位置から利用できる対流、海中流はどこか、これを突き止めれば簡単にね、いいポイントを絞り込みます。これだけね、風が強いと海面の水の移動が風の目の錯覚で風の方向に流れてくるように見えるんですけど、実はね、今潮は風に向かって、ですから右か左から右に向かって流れてます。これはね、仕掛けを海中に置くことによって分かるんですけども、仕掛けの移動ですね、海中での仕掛けの移動で流れの方向分かる。とにかく大事なことは真っ先に流れを見つけること、何が何でもね流れを見つけてあげる、方向とその強弱を確認します。
小さいですけどメジナですね。風と流れが、行く方向が逆です。風が強いからもう比重の軽い薪は全部風に流されて、比重の重いやつだけが狙ったポイントを飛んでいくんでね、グレーンとちょっと多めに入れて重たい薪を作った。
高橋哲也は超過を重視しない。常に現実を見つめ、釣るまでの過程に楽しみ方を追求する彼は、釣りに空想はいらないと断言もはばからない。現に魚が釣れてから釣り方を説くリバーサル法ではなく、その場の状況と必要なテクニックを解説しながら釣っていく高橋哲也のスタイル。彼はそのレクチャーデモンストレーションに徹してタレントナビゲーションシステムの全貌を明らかにした。そしてこれはほんの手始めに過ぎない。次に予定しているゲーム9タレントナビゲーションシステム2では、海中から小さな事実をどのようにして把握し集めていくのかを具体的に解説する。さらに高橋哲也が実用化したスーパーテクニックのメカニズムも詳細に至るまで解剖されるだろう。釣れる魚は誰にでも釣れる。しかし目的を絞り方法を決めて釣った魚だけが釣り人に自信を与えてくれるものだ。偶然にではなく、自らの意識に期待しよう。